段ね、はい、スタジオで撮ってるということが、うん、まあ、あの再生回数の悪さにね、うん、繋がってるんじゃないかということで、まあ、今回お出かけ編でございますよ。なんと、うん、ソンシャイン水族館ですよ。何ですか？ソイジョイ？サンシャイン水族館でございます。サンシャイン水族館ね。はい、このね、素晴らしいね、水族館。多いね、やっぱり人多いですね。面白いって決まってますか？だからもう十分に伝わってるかもしれないけど、まあ、ね、再度改めてね、うん、水の生き物たちの魅力を味方の。なかなか言わないけど、ね、伝えていきたいな、はい、そんな回でも改めてね、はい、どうしようか、はい、ですか。今日ちょっとなんかこう野村に対してなんかこう、まあ、コンビでやっててちょっとなんか愛情じゃないなんか変な感情がちょっと出てて、今それが何なのかなっていうのがすごい今気になってるんで、ちょっとこのサンシャイン水族館今日のデートみたいな感じでちょっとその気持ちをどういう気持ちなのかっていうのをちょっと確かめに行こうかなと思ってるんで、ちょっと頑張ります。行ってきます。この番組は普段お笑い、芝居、バンドなど全く方向性が定まっていない活動をしているストリーキング計画の2人が企画やミッションを通し皆さんとの距離感を測っていく超実験的な番組です。奇妙な距離感。めちゃくちゃ混んでますね。案の定ね、うん、プラネタリウムとかあるらしいですからね、うん、水族館もあるんだ、はい、プラネタリウムちょっと見たくないですか？プラネタリウムね、うん、いや、こんな並んでたらちょっとプラネタリウムとかじゃなくて普通になんかどっか行こうよ、うん、夜魚星、寿司ミニ、そっちの方がなんか天然の、いやいやいや、別に今日水族館来たのに魚星はいい、楽しいね。まあいい天気ですからね。すごいいい天気だよね今日。韓国でも美味しい。これアイスが映えますよやっぱりね。これバニラとシーソルトミックスってね。美味しいですね。うまい。うん。あ、はい、うん、うまいですねこれ。何味かよくわからんけど。いやー、この鹿とかもね、鹿は意外とでかいんだよな。え、うん、あ、ごめん、聞いてなかった、ね、そう、あ、鹿とかも意外とでかいんだよね。さっきちょっとソフトクリームにそう食べて、ちょっと上がってきたので、ね、ここからグイグイ攻めていきたいと思います。ちょっと肩をね、さりげなく組んで近づいてみたいと思います。確かに、目が回ってるね。やばいね。それカービィみたいな、なんか。え？なんかすごい、なんか。そう。いや変じゃないなんか俺すごいます変じゃないよ次行きましょうか。ちょっとさっき惜しかったんで今度グイグイ手握って電話行ってみたいと思います。俺が指さして見えない水族館の魚やめろ。さっきめっちゃいい感じじゃなかったですか？すごい手握っちゃってちょっといけるな今日っていう感じしたんで、ちょっと次がっつり腰いてもあわよくばちょっとやっちゃおうかなって思ってます。で行ってきます。ずるっと待ってそっから食べられる。えい
いじゃないですかね。いい魅力というか、このゾーンとか。あ、でも確かにすごいね。上とこんな。やっぱり、まだちょっともやもやっとした気持ちが取れないんですね。それ確かめるために最後ちょっと勝負を仕掛けに行きたいかなって。水族館で結構インスピレーションを受けていいことができそうなので、ちょっとやっていきたいと思います。しか見ないで帰ろうか。ちょっと可愛いね。見るな。しかも楽しかったね、今日は。いいっすね。あれかいね。ちょうど空飛ぶペンギンゾーンですからね、ここは。でも俺さっきあのお土産コーナーでちょっとお前にさ、プレゼント買ってきたんだ。あ、そうなの。本当は。あ、いつの間に。そうそう、サプライズみたいな。はいはいはい。ちょっと目つけて。ギリギリ囲まれてるって。うん。無理。え？無理。何か。いや、もうこの水族館の企画。何企画？いや、だから、水族館でなんか、まあ、ちょっと違いましたけどね。なんかデートしようみたいな企画を やってたでしょ。ケツ触ったり。いや、でもあれはデートしよう。いやもう終わってますからね。終わってないよ。続けんのかよ。いや、本当ね、コメントをくださった方、本当にやめてください。水族館で2人が池袋、しかもそう指定だったんだよね。サンシャイン水族館で、2人がデートしてる罰ゲームをやってください。無理。俺別に結構楽しかったけどね。いや意外と。いやもう本当ね、もうマジでやめてほしい。もっと楽しい罰ゲームにしてほしいね。まあ、楽しかったら罰じゃないけどね。楽しいけど。俺はでも楽しかった、意外とね。いや。やってみて、また別の面も見れて。いや。よりいい。いや。本当ね。だ嫌だったでしょ。まあね。まあねって感じ。だから嫌だったでしょ。二度とだから僕はしませんよ。ああ、そうですね。まあ今回は、まあ、でもこんな感じでいいんじゃないですか、ね、今回はとりあえずはね、望んでるやつが来るかもしれない。ああ、そうか。まあもうやらんすけどね。あ、やらないんだ、まあなんか別々のね、また企画であるかもしれないんで、それはお楽しみにしてください。どういうことえ